こんにちは、速稼塾の久保です。山口達也さんがね、逮捕されて、いわゆるお酒のトラブルをまた起こしてしまいまして、私としては非常にね、悲しいなと思うところですね。ジャニーズ入っていろんなライバル勝ち抜いてきて、で常に見られる立場、要するにね、大きなストレス不安を感じながら日々生きてきたと思うんですよ。でそれを解消する方法として、お酒があったのは仕方がないなとは思うんですけども、そのお酒がね、今度依存になってお酒に支配されてしまって、お酒に精神をコントロールされたり自制が効かなくなる、そういうことになってくると、これはもう治療しかないなと思うわけなんですよね。やっぱりね、私ねアルコール依存症ってすごく蔓延してると思うんですよ。それこそ日本中にです。でどんな人が最もアルコール依存症に陥りやすいか、もしくは今かかってるかというと、仕事の後の一杯ね、これがないとダメな人っていうのは、実際に被害を起こしていなくてもアルコール依存症なんだと思うんですよ。うわ、この一杯のために生きてるみたいなね。でその一杯をもう手がかりにね、仕事頑張ってるみたいな人は、はっきりこのお酒ってものにやっぱり支配されてコントロールされてると思うんですよ。ただ実害がなければね、それはそんなに目くじら立てるものではないと思いますけども、でもどうしてなんでしょうね。山口達也さん、我々から見ると華々しい人生に見えるんですけども、その人生を手放してまで転落するそのリスクを冒してまでね、お酒ってものが手放せなかったんでしょうか。そしてお酒って本当に悪いものなんでしょうか。私はね、お酒が悪いわけではないと思うんですよ。要するにお酒に弱いという自覚があるのかないのかね、ちょっと分かりませんけども、山口達也さんはお酒に飲まれるともう懲りたわけなんですよね。なのにまたお酒に手を出してしまったということなんですよね。人っていうのはだからね、失敗を繰り返す生き物なんですよね、きっとね。ですので、警戒しなければならないですよね。危ないものから離れているってことです。ちなみに私は女性関係が大事ないんで、あんまり女性にはね会わないようにしてるんですけどね、今おかげさまで平和な暮らしでございます。でこれはさておいてですね、本題なんですけども、ビジネスなんですけどもね、ビジネスって、本当にね、慣れない人から見ると商品作ったりリストを集めたりね、集客したりセールスしたり、慣れないものだと思うんですよ。だからこそ刺激をね、与えてもらわないといけない。どんな刺激かというと、さっきね吉谷さんが言われてましたけども、リスト登録した人が170人ほどいるってことは、170人の患者があなたの情報病院に来てるんだよってことなんですよね。その皆さんに日々情報発信をしているのはいいけれども、肝心な処方箋を渡さない、肝心な手術を施さないってことは、見殺しにしてるのと一緒ですよね。このマインドセットっていうのは非常に分かりやすくて重要なんではないかなと思うんですよ。で私もね、商品を売らなくてもいいという立場だったんで積極的に売らなかったんですけども、最近ね、商品を売ってあげないといけないなっていう気持ちにもなってきたんですよ。というのが、本来だったら価格をつけるべき商品を無料でずっと出してはいたんですよ。でも無料のものと有料のものっていうのを、もう明確な住み分けがないと、全部無料だと普通の人はね、ビジネスのセンスがない人は見分けがつきません。どこに価値があるのか。だからこれね、私一巡して今思うんですけども、無料でも動ける人は動くし、有料でもダメなやつはダメだっていうところからね、セールスに興味を急速に失ったんですよね。で試してみたんですよ。ここ3年セールスをほぼ行わないと、年に1回速稼塾のセールス動画を1本上げるだけと、これにしてみたんですけども、一巡してね、私は思うことがありました。これもまた別の間違った判断かもしれませんけども、ビジネスセンスのない人はそもそもね、価値のあるものと価値のないものが見分けられないんですよ。ですんでこちらから強制的に価格をつける、高値をつけるということで、価値をね、プレゼンしてあげた方がいいなと思ったんですよ。で無料のものは無料のものであってもいいけども、多分無料のものだと動かないですよあなたはっていう風なね、こういった仕組みです。で有料のものだとやっぱりね、お金を受け取ったという責任感もまた一つ、多分ね、これ情報提供者って無料のものでもちゃんと責任持って提供するんですよ。有料のものでも無料のものでも手を抜くことはありません。手を抜く、住み分けをした方が難しいですからね。手加減なしで無料のものでも行きますし、有料のものでも行くんですよ。ただ情報を受け取った人、お金を払った人から見ると、無料だからサポートしてくれないんじゃないかなっていう風な遠慮が入るんですよ。だからね、やっぱりね、有料にした方がいいなと思ってますね今。でも
そうは言ってもね、まだ有料のものをバンバン乱発するような気は私はありません。その気になったら毎日新しい商品を提供できるんですが、やっぱりね、世の中難しいんですよね。有料なら反感を持つんですよ。無料だったら価値を感じないんですよ。一体どうなってるんだって話ですよね。でちなみにね、私は情報発信してますけども、あ、これは知らせていかないといけないなっていうものに対して、やっぱりアクセスが高まったりコメントがついたりするわけですよ。基本的には私ね、もうダダしゃべりですよ。どんなものでもとりあえず動画にしとこうかなと。自分が個人的に興味があるものを発信していく。でも世の中の人が興味があるとは限らないものというのを認識した上でやるんですよ。もうそんなことをねするレベルじゃなくて、みんなが価値があるだろうなと思うものを探して提供するのは、これね、有料につなげるためのステップだと思ってましたんで、やってなかったんですよ。私はもう自分の感じるまま、内側から来るもののまんま、どん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 発信してました。でもね、例えば私の、ヤマト君のね、動画を発信したからといって、じゃあ、ビジネスで成功したい人が見るかって言ったら見ないわけじゃないですか。それは当たり前ですけどもね。でも、ビジネスで成功したい人が、私の、ヤマト君のね、可愛い、こう動画を見るときに何を考えるかっていうと、これメールもいただいたんですけども、久保さんは47歳で初めてお子さんを持ちましたと。40歳になるまでだいぶ借金があって身動きも取れなかった。しかも今の奥さんとも出会ってなかったと聞きますけども、人生を急速に変化させたそのマインドセットとスキルを知りたいんです。だから速稼塾に入れてもらいたいですっていう方も、ね、いるんですよ。これはね、ビジネスのセンスがある方ですね。かなりね、子供がいるってこと、47歳で初めて子供が生まれた、まだ1歳にもなってないっていうところからそこまで膨らませることができると。そして遡って動画を見て、やっぱりそうだったんだと。やっぱり39まで冴えなくても大丈夫なんだと。ちなみに連絡くださった方は43歳だそうなんですよ。でこれから40代で人生をものにしていきたいというね、熱意で私の方に連絡くださったんですけども、全然大丈夫ですよと、あなたなら成功できるというふうに私はね、お伝えしました。でその方にはきちんと速稼塾っていうものをセールスしてね、個別でセールしてご購入いただいたわけなんですけども、やっぱりね、最初からね動きますね、この方は。早速自己アフィリエイトから始めたわけなんですけども、自己アフィリエイトをしながら、この自己アフィリエイトを練習してアフィリエイトをねやっていきたいっていう風な発想を持ってくれたんですよ。大抵の方は自己アフィリエイトの案件を探すだけで3ヶ月6ヶ月経って終わるんですよ、ね、そういうことをやってるわけじゃないんですよ。自己アフィリエイトってものを介して、アフィリエイトってどういう仕組みなのかってことをやっぱり学んでいかないといけないっていうところをカリキュラムに入れてるんですけどね、でこれがね、冒頭に話した山口達也さんの話とどうつながるかってことなんですけども、まあ、これもね、はっきり言ってつながんないんですよ。つながんないところをつなげていくっていうところがね、この動画が一本になっているところのミソなんですけどね。その方も情報発信をしていきそうなんですけども、前半では世の中の人が興味があること、トピックス、アクセスの高いものをやっぱりつかみとして持っていくそうなんですよ。そして後半ではそこからスイッチして自分の言いたいことを発信していくということだそうです。これも私の言っている You&You-We-I の原則ね、失礼しました、 You-We-I の原則にかなっているものだと思って、よくこの人ね、私の動画見てるなと思ったんですけどね。で動画のまとめになりますけども、 You-We-I って何かっていうとね、まずは You です。発信者から見て、あなた、見てる人、視聴者さんの興味があることを最初にドーンとぶち込んでいくんですよ。そしてなるほど、そういうふうに考えていけばいいのかっていう時に共通項を持つわけですよね。私たちは同じ弱さや同じ、希望を持っているってことでつながっていくんですよ。まずはあなた、視聴者さんのことを話していく、次は共通点を話していく、最後に自分の言いたいことを話していくってことでスイッチが完成するんですよね。ということで、多分この動画の中に、私は速稼塾という塾を運営していて、その速稼塾っていうのはセールスをかけていって、そしてこれから商品を売っていくつもりがあるということをね、伝えたと思うんですよ、ということでね、山口達也さんっていうキーワードでこの動画を見始めた方、オチは全く違うところに行ったってことに気づくと思うんですよ。これが私のね、コピーライティングなんですよね。まあトークなんで、トークスキルですけども、これを文章で書くとブログがバナーにたどり着いて、そこでコンバージョンが起きるわけですよね。私もね、ブログの量産を1万4000個やってましたけども、思いを込めてライティングの限りを尽くしたサイトっていうのはやっぱりね、いくつかあるんですよ、何十個か。そこのコンバージョン率と粗利率っていうのは高かったですね。一発で5000とか1万の商品が毎日10本20本と売れていくような、そんなサイトを作ってました。アフィリエイトもね、だから成績良かったんですけども、今はほとんどしてないですね、ということで、お酒には気をつけろということでございます。ありがとうございました。